やる気そがれますはい、言ってみます、はい、こんにちは、こんばんは、WGSL です。今夜の動画はスイングの根幹、スイングの根幹、手打ちドリルをご覧いただきます。手打ちドリルをご覧いただきます。では行ってみましょう。それでは行ってみましょうめっちゃ楽しいです、これ。僕やりたいです、これ。お願いします。MC。それはちょっとあれですね。聞いてないですね。グダグダになるかもしれないですけど。すいません、ちょっと、じゃあ、手打ちドリル。手打ちドリル。わあ、みんな、大好きですよね。大好きですね。大好きです。大好きです。大好きです。ちょっとね、さすがに、ちょっと価値を届けようかなと思ってるんです。いつも通り。の話するんじゃなくて、価値を届けたいなと思うんですけど、うんうん、手打ちドリル、皆さんね、どういったところに目向けてやってますか。なんかもう見よう見まねでやってる方って多いと思うんですよ。あの本当なら言いたいですよ、うん、レッスン動画ボリューム66の手打ちドリルを買って正しい知識入れた上で取り組んでいただきたいんですけども、うんうん、そうじゃなくてやっぱりね、少しでもお金はかけたくない、うんうん、無料のこの YouTube だけで、それでも俺は上手くなりたいっていう意気込みの方もいらっしゃると思うんで、はい、じゃあどこに目を向けてんねやろうっていう話です、うん、どこに目を向けてますか。例えば今のケンさんのもの、僕やったらまずアドレスから真剣に見るんですよ、はい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 、あのね、インスタとか見ててもやっぱアドレスがもうおかしいって方が多いです。なるほど、見よう見まねやなっていうのがすぐ分かります。あの買っていただけてる方と、あのレッスン動画ね、はい、買ってない方の差は、うん、アドレスから一気に出てます。は、一瞬で出てます。手打ちドリル、手打ちドリルを一瞬で出てます、はいはい、あそこを基準にアドレスができてないんやからっていう、うん、っていうところなんかもね、はい、せっかくこうやって動画で、うん、ただでこれ見れるんで、うん、はい、スイングっていうよりもまずアドレスに目向けてみませんかっていう、いろいろとマスさんとか、はい、まあ、フジンプロはなかなか手打ちドリルの動画出さないんで、まあちょっと別件ですから、別件です、はい、別件ですから、はい、というか別物なんで、やらしてる手打ちドリルがちょっと特化型ですもん、はい、特化型なんでフジンプロの場合はちょっとまた違ってるんで、はい、あとはトシプロ見てみたりとか、トシプロの過去を遡って見てみるとか、確かにめっちゃ面白そうですね、はい、確かに過去っすよ。お、最近知った方とか過去見てないでしょ、うん、なるほどなるほど、あのよく言われるんですよね、はい、なんかそのうちの顧問の先生でところなんかも、上手くなっていく過程とか見せてもらいたいですよねとか言うんですね。その先生もゴルフやってるんで、え、俺見してるけど7年の歴史を刻んでますから、はい、見してるけど昔から何言ってんのって思いながらちょっとイラってしながらなるほど普通にえやってますけどそこはさすがに僕はね、偉そうに言わないから、はい、やってますよ、はいはいはい、僕より年下なんですけどえアマチュアでもジュニアでもみんな上手くなる前からの過程を見せてますけどっていうで、トシプロの過程、トシプロの何年前から見たいか、2015年とかあたりから多分トシプロ出てると思うので、はいはい、昨日の夜見ましたもん、トシさんの昔のスイング、スイング手打ちバグってたやろ、いやすごい今見たらすごいやん、いやすごいあれってやばいやん、そうなんですよ、昔の動画見たから、今えげつなと思うんですよ。だから今のトシプロのスイング、うん、皆さんが YouTube で見てる、うん、トシプロの手打ちドリルと、うん、7年ぐらい前の手打ちドリルを見てみてください、うん、そしたら見えるところがいっぱい変わってくると思うんで、とんでもない価値ですよね、はい、それって無料で見れるんですよ皆さん、確かに、しかも1年おきに見ていてください、手打ちドリルはどれぐらい変わってるか、トシプロのスイングはこちらっていうのとかあるんで、あそこから見ました、そこから見ていただいたり、まあ、フージュンプロのスイングはこちらとかっていっぱいあるんで、はい、一般アマチュアの方のスイングこちらとか、そういった見ていただけると無料やけどすごい価値が詰まってるんじゃないかなと。だって他のチャンネルでそれないでしょ、確かに変化進化していってる過程をずっと残してるチャンネルなんて、ないっすね、悪いところまで出してるっていうのはないよ、はいはい、そうですよね、なんていうんですか、よくありますよね、女性の方使ってレッスンしてこうなったみたいな、よくありますね、そのできるよ、はい、そのやろうと思ったら俺もいくらでもできるよと思いますけどそうじゃなくて、やっぱりエラーアクションがあるところも全部見せて、それを定期的にもう年中それを見せていくチャンネルなんてうちしかないと思うんです、ね、なのでそういった見方をしていただくと、アドレス1個が
笑ってもらったけど今思い出した2015年のグランドリーとかそうやってね昔と過去と比較してもらったらより見えてくるものがあるんじゃないかなってとこ思うんですけど、トシさんもとか絶対分かりやすいですよね。笑いますもんね。笑いますと僕は言えないですけど、ブログマガジンで僕出しましたから。確かにそうだったわと思いましたね、あれ見た時に。だって今ですら変化進化続けてるわけじゃないですか、やっぱり。まあ富人プロもそうですし、クライアントじゃなくなってからもそうやってなるってすごいですよね。いや、しかもやっぱその現実的というか、そのなんていうんですかね、そのやっぱり動画映えみたいなことを考えるんであれば、確かにその場で一瞬ですぐ変わりましたみたいな、はい、の方がそれはインパクトあるんでしょうけど、現実そんなことないじゃないですか。絶対ないです。やっぱり徹底してどんだけアマチュアを教えてきてて、はい、あれ見て、はい、いやそんな一瞬その時だけやろって、はい、そうですね、次の日だったらもう戻ってるやろっていう、はい、いや絶対そうじゃないですか。やっぱり変わる過程って1ヶ月に3回、はい、奥田さんがよくおっしゃるそのスパンがあってのことで、やっぱその歴史を刻んできてるものなんで、やっぱりその進化ってすごい価値ですよね。だから本当に、ほら今見ていただいてる方も過去の動画とかを見てもらいたいです、はあ、たまに僕喋ってるやつとかあるんですよ、昔でも。ちょっと今最近知った人はそれを価値は思わないですね。こんだけ僕が喋ってるんで。確かにあの時と、おこれ国内版の声かみたいな感じでしょ、ね、ですよね。たまに喋ってたんで面白いですよ、昔の動画見てるから。皆さんの大好きな女の子も出てますよ。レイカちゃんとか、ゆかちゃんとか、あの女の子って言ったらまだ本当の女の子ですよ。小学4年生のゆらちゃんから、ゆらちゃんの家庭なんか見てったら面白いですよね。めちゃくちゃ面白いです。確かに、まあ、今はね動画さすがにね、ちょっと撮影場所が変わっちゃったんで、ね、ちょっとここまで来てとも僕もよう言わないんで、いまだに僕コンサルさせていただいてますけど、ゆらちゃんのスイング今もえげつないですよ。風神プロ級のダウンしてくるので、今ダウン言うたらユラちゃんか僕っすもん。そうやな、あ確かにそうですね、うん、その認識はありますけど、確かに本当に。ということでね、今回は手打ちドリルご覧いただきながら、手打ちドリルの見方とか、どうやって見たら無料動画が価値になってくるのか、うちのね WGSL チャンネルがレッスンじゃないのに価値につなげれるのかっていう、なんかヒントを皆さんにお届けしたと思うんで、これ結構価値を詰まったこと言ったと思うんで、俺は無料で見てるだけで済んだらダメでしょ、みんな。絶対高評価ボタン押していただいて、はいはい、もうほんまやわ、そういった見方してなかったわ、ありがとうとかっていう一言でもね、コメントいただけたら、それぐらいしていいでしょ今回のは。皆さん それぐらいはしていいんじゃないですか。ということで今夜の動画はケンさんの手打ちドリルをご覧いただきました。ケンさんの手打ちドリルをご覧いただきました。もうめんどくさいよ。ということで、皆さんなりに何か参考になるとことかはね、手打ちドリルでも上からカット軌道で降ってくるんじゃないとか、いろいろ見えるとこあったと思うんで、何かしら参考にして皆さんのゴルフスイングの変化進化のための気づきとか、価値につながる動画になったのであれば嬉しいなと思っていますので、チャンネル登録と高評価ボタンとコメントの方よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょ、ふーちゃん最後まで喋ってほしかったわ。いや僕喋りたかったっすよ。いいよ。噛みかけてたじゃないですか。もう危なかったっすよ。ケンちゃんって言われてた。ケンちゃんって言いそうでした。ケンさんもう言われへんよ。